はいどうも、サルです。今回はですね、キムさんの家に行ってみたいなと思ったんですよね。カンちゃんがキムさんの家を知っているということで、今日は一緒にキムさんの家に行ってみたいと思います。それではですね、今から侵入していきたいと思います。おあキムさん、じゃあとりあえず今一回行ってみてもらっていいですか。皆さんもね、やっぱキムさんの家見たいと思うんでね。それでは入っていきたいと思います。意外と結構綺麗じゃないですか。まずですね、ここの下にですね、こういっぱい本があるんですよね。ワンっていう、こんな1998年ですね。結構古いですね。もう僕の生まれる前ですからね。サレルが生まれる前、サレルが生まれる前、お前さてはGG だなじゃあまあこんな感じでですね、ラノベがたくさんあるって感じだと。あ、あれじゃないですか、キムさんが大好きな漫画タイムキララじゃないですか。これやっぱいっぱい買ってるんですね。ゲームとかもあって友達とも遊んだりするんですか。そういうわけじゃない。俺だって最近この家にいることの方が少ない。1週間の4日は花尾さんの家にいるからこれゴキジェットプロ、これゴキブリ出たんですか最近。持った感じ軽ければって思います。あ、やったな、これはこれやってますよ。何しに来たんだよ。ちなみにやけど、この机の下ゲームがばらまかれてるじゃん。初期の DS じゃないですか。しかもこっちには刺さってなくて、こっちに刺さってる。そうこっちはやってるんですか。こっちはやってる。じゃあクローゼットの方も上げていきたいと思います。キムさん、こんなん着れるんですか。結構おしゃれじゃないですか。お姉ちゃん買ってくれたこれかっこいいんじゃないですか。これお姉ちゃんが買ってくれた。これなんですかこれ一回着てみてくださいよ。なんで夏にそんなもんを着なきゃいけねえんだよまあこんな感じでですね、キムさんも意外と結構おしゃれな服を着るみたいですね。ちなみに気になってたんですけど、うん、これは何ですか、うん、これはブロックされた猫トラなの。それなんですか。それでいつも寝てるんですか。ノエリンのマカロン的な感じですか。こんなもんと一緒にするなよじゃあゲームでもしますか。なんかあるゲーム。せっかく来たからにはね、僕たちもやっぱ満喫していきたいんでね。スマブラあるよ。お、あ、スマブラあるんですか。じゃあキムさんせっかく来たんでね、スマブラでもやって満喫しますか。俺やってないやんせっかくなんでね。じゃあプププで。じゃあもうだいぶ満喫したんでね、っていうことでですね、今回はキムさんの家にやってきました。こんな感じでキムさんの家を見れて、まあ、よかったって方も多いんじゃないでしょうか。また来ますね。ああ、お疲れ様です。はい、また今度片付けもせずに。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあそれでは。なんだこれ。キムさん、なんかいました。この辺なんか人の声してません。全然そんなことないです。何ですかこれ。いやでもなんか、あれですけど、なんかこっからなんか声しますね。あ、はいどうも、サルです。今回ですけども、あーやばい。はいどうもこんにちは、サルです。今回ですけども、あー違う、間違えた。はいどうもこんにちは、サルです。今回なんですけど、あー違った今回はですねそれではやっていきましょう。なんだろう、サングラスかけてさ。それではですね、キムさんの家に行ってみたいと思います。うう、楽しみだ楽しみだ。よし、これに行こう。一体入れてもらえないですかね。はぁ、今何、今何時やと思ってもお前23時やぞお前。お前ちょっと入れてください。まずですね、こういっぱい本があるんですよね。じゃあキムさんおすすめは何ですか。そこにあるやつ全部だそうです変態王子と笑わない猫、ちょっとこれはやめとこうかなこっちにはなんかワンっていう、ちょっとあらすじ読んでみて。
求めているものは即戦力、作品募集中。あ、違いました。違くね。違くね。ちゃうよ。あ、これキムさんが大好きな漫画タイムキララじゃないですか。これ毎月買ってるんですか。俺の好きな作家さんが載ってる時だけ買ってる。あ、そう。話広げるの下手か、お前。下手ですか。ワロス。下手すぎだ。使ったんじゃん。え、でもゴキブリってあれっすよね。いやいや、使ったわけじゃないよ。使ったかどうかは持った時に軽ければ分かるやん。あざっす。ちなみにいやえ、ちょっと待ってください。トイレ流れる音しませんでしょ。いや、垂れる。いいよ、もういいよ、いい、もうそれはいい。え、一応テイク2やらなくていいですか。いい、いい、疲れてた。キムさん、こういうの着るんですか。こういうとおしゃれじゃないですか。お姉ちゃんが買ってくれた。ちょっと待って待って、すぐが映っちゃったじゃん。さすがに暑い。え、でもこれも結構おしゃれじゃん。だから映ってるって。映ってるから。ちょっと待って、待って、すぐ映ってるから。これ、疲れるとこあるんかっていう。ええよ、俺がなんとかするから。もう子供しい。なんとかするから。もう子供すぎる先輩。え、結構おしゃれじゃないですか。で、見せる相手いるんですか。あ、服っていうのは寒さをしのぐために着るんだよ。お、こんなのもありますね。ちょっと、今のひどい、それ。Q さんが着ると、こんな感じになります。かっこいいですね。やっぱフードがあると、やっぱかっこいいですよね。そう、なんかキム史上一番表情がいい。生き生きしてるんですかね。やばい、これただの深夜テンションでやばいやつだ。